すぐそこのコンビニまで行くっていうのももう行く気がもう萎えるというか、そんなに頑張れないかったですね。砂利道だとかボコボコのとこ手動の車椅子で越えてみたらなんでこんなに動けねえだっていうこと、どうしても引きこもりがちになってしまうところがあったんですが、これに乗ればもっと広い世界に出られるのかなっていうふうに変わっていったっていうのはありますかね。お友達と遊ぶときに私がいることで皆さんの行動を制限してたんですけど、でもこれがあったら同じ速度で歩けるし、すごくこう心配させないで済むっていうのが心がすごく軽くなって、あそこだったら私も行けるとか、普通にこう歩いたりとかすることが良かったです。犬の散歩ができるのがすごい大きいですね。喜んで一緒に散歩してくれます。つまらなく過ごしたくはないので、楽しくは過ごしたいと思ってますから、だから自分の産業バイクにもあこれならいけるなって諦めしたところに行けたことが最高の喜びかも分からない。あんたは立つのは無理だよって言われたわけ。言われたことは悔しかったからさ、背中をこの上に押されてるからね。自分ね、かっこよくて運転できる。だからウィルなんかやっぱかっこいいじゃん。感だったりとか、ちょっと一回電車にも乗っておしゃれして行けるようなところにも行けたらなって。ボランティアのガイドを健常者の時にやってたんですけれども、これがあればできるんじゃないか、オイルを使ってまた再開したいな。限界が分かるまでは挑戦してえなと思うね。そういう意味では良き友達ができたのかなって。